免疫力が落ちるのは免疫細胞が弱ったためです。免疫力を強くする疲れない体の作り方を一緒に学びましょう。こんにちは、京都女性漢方松見薬局管理薬剤師梅垣真由美です。今日は免疫力が高いと病気にかかりにくく、かかっても軽く済む、そういう体を作るにはどうしたらいいのかという話をしていきます。疲れるとまず免疫力が落ちます。それは疲れの回復が優先され、免疫細胞を作り出す力が弱くなったり、外敵に対する反応が悪くなったりすると抵抗する力が弱るためです。ストレスや自律神経のアンバランスも一因となり、正常なホルモン分泌や体内時計のリセットができなくなり、細胞の再生がうまくいかなかったり、臓器を健康に保てず疲れやすくなります。そこで腸を健康にすると免疫力が上がると言われています。免疫力には腸内環境が大きく関わっていることが分かっています。病原体は口から侵入することが多いため、消化器官である腸に特殊な免疫器官が備わっているのです。小腸の内側にある絨毛と呼ばれる細かい毛のような小さな突起物が集まっている免疫器官があります。それをパイエル板と言います。このパイエル板には白血球の一種リンパ球がたくさん集まる腸管免疫器官と言われています。この腸内細菌の影響をパイエル板というのはとても強く受けますので、腸内環境を整えると免疫力が上がるという仕組みになります。この続きはシリーズの9でお話ししていきます。今までのお話見ていただきたい方は、動画右下の説明欄のところにリンクを貼っています。わかりやすく少しずつ話していきますので、ぜひお時間ある方、興味がある方はこの後によかったら見てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。